ジアトコ株式会社にフォード、東洋工業との合弁会社となり、1981年にフォード資本、1999年にマツダ資本がそれぞれ撤退し、2002年の業務提携で三菱自動車工業と鈴木が2割ほどの株式を保有することとなった。製品は日産、三菱、鈴木のほか、ゼネラルモーターズ、ルノー、ルノーサムスン等にも供給される。 ジアトコ株式会社は、ジャトコ、トランステクノロジー、ダイヤモンドマチックの3社がルーツとなっている。1970年に、前身の一つである、日本自動変速機株式会社として設立された、時からブランド名として、ジャトコを使用していた。英文社名である、ジャパンオートマティックトランスミッション CEO、リミテッドの頭文字が由来となっている。当初から業界内では、 ジャトコと呼ばれており、1989年の創立20周年を、機に会社名を、ジャトコ株式会社に変更。この時の、矢は小文字である。1999年の新会社発足の際に、矢を大文字にしたジヤトコの名を採用。トランステクノロジー株式会社との合併でジヤトコ、トランステクノロジーとなったが、2002年。 ジアトコグループの中枢企業ということを明確にさせるためにジアトコ株式会社と社名変更を同時にグループ会社もすべてジアトコで始まる社名としブランドイメージの統一を図る同社社員でアテネパラリンピック銅メダリストのサムカワ進は同社の京都市内の工場で勤務してきたが2005年から2007年にかけて 昇進に向けての教育や検定を同社に希望したところ会場が車椅子に非対応でこれ以上の昇格は無理などと回答された。身体障害を理由に昇格を見送ったのは差別的取り扱いを禁じた労働基準法などに違反すると主張し2010年8月10日に同社を相手取り京都地裁に訴訟を起こし現在軽争中である。ありがとうございます。